私たちは人の役に立つことをすると喜びを感じるようにできています。人の役に立つことができると自分には存在する価値があるんだと思うことができます。人の役に立つことをすればするほど自分の価値を感じられるようになり、精神状態が良くなっていきます。私たちは人の役に立つことで幸せになれるということです。人の役に立つためには人の役に立つことをしようと思える心の余裕を持つ必要があります。精神状態が悪い時に他人のために何かしてあげようと思うことはできません。自分が不幸な時に幸せになるためには人の役に立つことをしなければいけないんだと行動を起こすと、ますます不幸になります。不幸の原因は嫌なことをやり続けているからです。不幸な状態の時、つまり他人のために何かしてあげようと思える状態じゃない時に人の役に立つことをしなければいけないんだと考えるのは、やりたいと思わないことを自分に強制している、つまり嫌なことを自分に強要していることになります。自分が不幸な時に人の役に立つことをしなければいけないと思うことで、ますます自分を不幸にしてしまうことがあります。不幸から抜け出す方法と幸せになる方法は違います。不幸から抜け出すためには嫌なことをやめる必要があります。幸せになるためには人の役に立つことをする必要があります。不幸から抜け出すためには自分のことを考える必要があります。幸せになるためには他人のことを考える必要があります。幸せになるためのファーストステップは不幸な状態から抜け出すことです。まずは自分を楽にさせてあげることです。不幸から抜け出す前に他人のことを考える必要はありません。嫌なことをしているのが自分を不幸にしている原因なのだから、不幸な状態から抜け出すためには嫌なことをやめていく必要があります。こんなこと本当はやりたくなかったんだ、本当はこんなことをやる必要はなかったんだ、こんな人と付き合いたくはなかったんだ、無理してみんなに合わせる必要はなかったんだと思っていたことをやめていくことで自分を楽にすることができます。嫌なことをする毎日を送っていた人、嫌なことをするのに忙しくしていた人が嫌なことをやめていくと退屈を感じるようになります。慣れ親しんだ嫌なことを手放していくことで寂しさを感じるようになります。そのような空虚感に耐えられなくなると、捨て去った嫌なことを取り戻してしまうことがあります。また好きではない仕事を選ぶ、暴力的な恋人と寄りを戻す、いじめられていたグループに戻るということが起きてしまうことがあります。喪失感を埋めるために嫌なものを集めてしまい、また自分を不幸な状態に戻してしまうことがあります。嫌なことを手放すとしがみつくものがなくなって心細くなります。嫌なものがなくなったというのは心の重荷がなくなった、つまり心が軽くなったということです。嫌な仕事を辞めて楽になった、暴力がなくなって楽になった、人格否定をされなくなって楽になったという良いことです。しかしそのような状態に慣れていないから不安になってしまいます。不幸じゃない状態に慣れていないから落ち着かなくなります。しかしそのようないつもと違うからなんか怖い感はだんだんと静まっていきます。やがてはこれが普通だったんだ、なんで私はあんな嫌なことに耐えていたんだろうと思えるようになっていきます。嫌なことをやめて心が軽くなった状態が当たり前になっても、何もしなければ退屈は残り続けます。退屈から抜け出すために自分を満たすために何かしてみたい
と思うようになります。何もしないと退屈だから、自分のやりたいことをやってみようと思うことで、自分を満たすための行動を起こせるようになります。好きなことをして自分を満たすという体験を積み重ねることで、じゃあ人の役に立つことでもしてみましょうかと思える心のゆとりを持つことができるようになります。不幸な状態から抜け出して自分を満たした後に、自分が幸せになるだけじゃ物足りないと感じるようになります。あの人も幸せになってもらいたい、あの人にも笑顔になってもらいたいと思えるようになります。ということで、私たちは人生でたくさんの不幸を経験します。不幸になった時は、まずは自分のことから考えましょう。不幸な状態から抜け出して、自分を幸せにしてから、もっと幸せになるために他人のことを考えるようにしましょう。自分を幸せにすることに罪悪感を感じる必要はありません。自分を幸せにすることは、他人を幸せにすることにつながる。自分を幸せにしなければ、他人のことも幸せにすることはできない。だから、まずは自分を幸せにしたいと思ってもいい。と考えて、堂々と自分のための行動を起こしていってほしいと思います。まずは自分からという言葉を忘れないようにしていきましょう。